こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、和歌山記念競輪も、いよいよ最終日 12S を決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、こちら 12S を決勝戦はご覧の9人。えー、グランプリ発車佐藤慎太郎が、えー、決勝に乗ってきました。SKS 班他に松浦、村上が、えー、乗っております。なかなかのメンバーだと思います。 地元からは稲毛健太も決勝に乗ってきましたね。私たしどこまで、えー、頑張れるのか、あのかつ、頑張りに行きたいです、えー。そんな中、私の本命はですね、おそらく、えっ、ー、と、初日特選でですね、松澤してやられた稲毛が意地を燃やすと思います。その、 えー、稲毛と松浦がお互い意識し合うことにより、エアポケットになった、え、姿のまくりを本命に見たいと思います。えー、では、詳しく見ていきましょう。12レース決勝戦。ご覧の9人ですね。えー、競争得点を見ると、一番得点を持っているのは7番車松浦。次が、えー、グランプリ発車1番車佐藤慎太郎です。えー、3番目が、 ちょっと離れて9番車、村上博之ということで、SQS 班が3位までを占めてますね。えー、これが、バック回数は16回の稲毛健太が圧倒的、ホーム回数も13回と圧倒的。松浦がバック5回、ホーム2回ですね。つまり、かましい、 まくり、早めのまくりが得意ということになります。えっ、ー、と、この二人だけがバックを取っており、まあ、スタート回数1回が姿なんですが、えー、まあ、この稲毛、松浦が先手を、どちらかが先手を取るという流れですね。スタート回数は一番下、佐藤慎太郎がトップ。まあ、ここを考えると、 4人揃った北日本が前を取るのではないかと思います。まあ、松浦が取ってもおかしくないですね。ですが、やっぱり北日本じゃないかな。大月も4回持ってるし、慎太郎がスタート決めて、姿を前に迎え入れて、北日本が前と思います。えー、ナービーは3分線ですね。 平民足的な三分線、北日本4人、近畿2人、西日本3人となっております。三連単の支持率、佐藤慎太郎、松浦、この2人が競ってまして、やや、やや遅れて、渡辺、村上となってますね。 えー、ごめんなさい。あった。えっ、ー、と、二社団のオッズですね。えー、こちら。えー、非常に、いろんなところに目移り、目りしてしまいますが、一応一番人気は7番3番、松浦、渡辺。えー、こちらですね。松浦、佐藤、慎太郎が13.1倍、えー。渡辺、松浦も13.1倍で並んでますね。 他に、えー、佐藤慎太郎、大月14.4倍、佐藤慎太郎、松浦が16.9倍、えー、松浦、村上が19.4倍で、村上からですと、えー、稲毛と松浦が17.9倍で並んでますね。 この辺りが20倍を切るオッズということになります。まあ、一応あの7番3番が一番人気なんですが、結構あの20倍切るオッ,オッズがたくさんあるので、目移りしてしまいますよね。いやー、難しい。えっ、ー、と、これですね、右側の今場所、前場所成績見てると、 まあ、グランプリ走った選手が3人いるということで、SQS 班の3人ですね、えー、見てみると、松浦が3日間バック取ってるんですよね。やっぱりですね、こういう G3 クラスとか、勝ち上がりの競争に関しては、えー、積極的策を取って、えー、特別競輪とかグランプリですと、あのー、清水とか後ろを回るっていう流れが今の松浦だと思います。 稲毛は立川 F1、えー、優勝してますね。この立川は後方に置かれながらあのしぶとい縦のスピードを持って、えー、まくり切って優勝したものです。やっぱりスピードは一級品っていうのはわかるのではないでしょうか。その他ではやっぱり積極的な競争を目立ちますね。バック回数、ホーム回数の回数見てもそれがよくわかります。 あと、渡辺、姿が調子良さそうな気はしますね。村上博之も、初一特選2着、足余裕持って突っ込んできましたし、佐藤慎太郎もこの成績1着はないですが、やはり、こういうふうに、あの、成績隠れている時の方が怖いと。 え、言えます。では、あの、予想なんですが、まず、先手取るのが誰かって考えると、まあ、稲毛が一番可能性多いんですけど、二社なんですよね。それは多少フリーに働いてしまうと思います。まあ、稲毛の思いとしては、やっぱり特選で、 松浦に先を行かれてしまったで。自分はまくっていったんですが、あえ,あえなく不発に終わって、まあ、原田に合わされちゃいましたよね、松浦の番手の。まあ、村上は2着に突っ込んだんですが、自身は惨敗だったんで、まあ、今度こそ、あの、松浦に行かれないように、自分が先に行くんだっていう気持ちが高いでしょうね。 松浦はどうするんでしょうね。もちろん、あの、先手、早めに行って、渡辺に花を、えー、恩義を、あの、取ら、持たせてあげるって、恩をあ与えるって、与えるというか、渡辺が恩を持たせ、持つっていう流れにしてもいいとは思うんですけど、 どう考えているかが、ちょっと、松浦たちは分かりにくい。姿は、まあ、4者ですけど、佐藤慎太郎を引き出す選考はしないんじゃないかな、と思います。まあ、本音としては、田舎の3番手が欲しいんじゃないかなと思います。もちろん、松浦も、 ここ狙ってくる可能性があるので、そうなった姿と松浦で取り合いになってしまう可能性はあるんですが、そうしたら村上チャンスじゃないかなとは思うんですが、自分は松浦は無理せずに引,いちゃ引くんじゃないかなと思います。 松浦って結構、あの、決勝戦あんまり良くないっていうのはじ、自力で戦った場合良くないっていうのはですね、結構いい位置取れてないんですよね、決勝戦は。これはやっぱり、ね、平原みたいに俊敏に動いて位置取れるような選手じゃないんで、 どうしてもやっぱり粘り足っていうのが長く粘る足を使うっていうのが松浦の特徴なんで後方に置かれてしまうんじゃないかなと。で、またトップスピードで見ると実は稲毛の方が上じゃないかなと思います。え後続距離に稲毛はちょっと問題を抱えている気はしてでそうすると逃げてもやっぱり枕寄るケース多いんですが 立川の F1 戦のように、まくりだとあの、そのスピードが生きるケースは結構多いんですよ。もちろん、まくりだけだ,だったらあの読まれてしまうんで、先、え、行、ー、をあの心がけて、まあ、復調気配になってきたっていうのはありますよね。まく、あ、りのスピードだった。 松浦よ稲毛の方がいいんじゃないかなと思ってます。なので、稲毛が逃げた場合、松浦がまくるためには稲毛のスピードが垂れてきたところを、まくり追い込みするのが一番なんですけど、前に姿がその場合いるんで、果たしてそれ簡単に行くのかなという気は、 します。やっぱり、ある程度、仕掛け、ね、仕掛け早くしてしまうと、いなけとともにお互い足を消耗することになってしまうんで、やっぱり、松浦は結構、仕掛けが難しいんじゃないかなと思う、思います。またえ、決勝戦の相性の悪さ、なかなか、 あのー、優勝できないところもそこにあるんじゃないかなと思ってるんで、はトップスピードですよね、松浦の弱点って言ったら、安定した足はなるんですが、トップスピードを求められた際に、ちょっと、そこが足りないところではないかなと思ってます。まあ、姿は、あのー、 後続距離は短いものの、まくり足は結構鋭いですからねあ。安定性がないっていうのが、気にはなりますけど、まくりのスピードはなかなか優秀なものを持ってます。で、やはり、このレース、稲毛が意地に意地になって松浦を、 出させないで、を取ってしまうで松浦は中断。その場合、一回切って中断加工できるかといったら、どうかな。ある程度ペースを上げさせればあるんでしょうけど、なんとなくそんな気が、感じがしないんですよね。姿も佐藤慎太郎ついて、ついてますし、 後方に置かれるわけにはいかないでしょうから、対策は練ってくると思いますし、まあ、レースの全体的な流れとしてはやっぱり、稲毛と松浦。これがすごく、特選のこともあり意識し合うんじゃないかなと思うんで、まあ、地元なんで稲毛も村上広樹連れてるんで、恥ずかしいレースはできないってことで、そこが松浦にとってはマイナスに働いてしまう。 逆に姿は、あの、そういう面では、あの、意識されてないんで、結構楽にはなえー、っと、走れるんじゃないかなと思いまして、えー、展開、まあ、どういうペースになるか、どういう位置取りになるかはわからないですが、えー、姿は気楽に走れて、えー、チャンスなんじゃないかなと思って、また、オツも姿そんなに人気ないですので、 逆に面白いと思いまして、姿を本命にしました。もちろん、あの、グランプリ覇者佐藤慎太郎は軸で、それからですね、稲毛が頑張った、頑張って松浦を後方に置いて不発に終わらせた場合の、村上博之。村上博之も調子いいですからね、十分、あの、チャンスあると思います。この二人を、二人に、あの、姿から、 流すという目をお勧めいたしますはい、えー、少し途中長くなってしまって申し訳ありませんでした和歌山記念経理最終日決勝戦の予想をお送りいたしましたいかがだったでしょうかよろしければ、えー、チャンネル登録高評価お願いしますブログツイッターやっております 説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。果たして、えー、和歌山記念経理、和歌山グランプリ優勝者は誰になるんでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。